皆さんこんにちは。さあ今回はですね、久しぶりな気がしますね、ピースメーカーネタでございます。今回はですね、シングルアクションアーミーのドレスアップパーツですね、こちらです。はい、どっちだ、こうなんだけど、こうなんだよな。何言ってるか分かんなくなってきちゃったね。まあ、ラベルの向きはこうだからこっちでいいか、とりあえず。そうです、木製グリップです。もうピースメーカーのグリップといえばね、木製グリップでしょう。で、こちらのグリップなんですけどね、メーカー純正品です。まあ、再販したのはもうかれこれ、数ヶ月前でね、手に入れたのも数ヶ月前なんですけどもね、ずっと紹介する機会がなくてね、この時期になりました。じゃあちょっと袋から出してみましょうかね。パカッ。うおー、はい。どうですかどうですかこれ。この木の感じいいですよね。どうですかこれ、カメラ通すとね、ちょっとわかりづらいですけども、この木の色がいいですよね。色と模様。これがね、素晴らしい。まあ最初からついてくる初期装備のこのホワイトパール調グリップ。まあこれも結構悪くないんですけどね、握りやすいし。なんですけどね、やっぱり飾ったりだとかさ、そういうのはこっちの方がいいですよね。というわけでここにハートフォードのモデルガンのピースメーカー用意しましたので、つけてみましょう。はい、というわけで簡単につきました。そらそうだ。ネジ一本止めるだけだもん。やっぱりね、ノーマルのホワイトパール調グリップよりはね、分厚くなりますけどもね、この手触りがいいね、やっぱり。こうやって見た時にやっぱりいいよね。かっこいいよね。で、ピースメーカーっていろんなメーカーがね、出してるじゃないですか。で、グリップもね、合わないんですよ。適当に買ったら。まあ、だから例えば、この今回のハートフォードのグリップを田中とかクラフトアップルとかにつけようとしたら合わないんですよ。とかね、結構めんどくさいんですよ。まあだからやっぱりね、こう純正で出してくれるっていうのはいいですよね。ただちょっと、ちょっとね、スクリューが短い。ノーマルグリップと同じスクリューの長さなんですけど、あの木製グリップちょっと横に広いので、若干短い気がします。それ以外は全然ね、もう素晴らしい。ね、ピースメーカーがかっこよくなりましたね。はい、というわけで今回はですね、ハートフォード純正の木製グリップの紹介でした。今回紹介したのはですね、このメダリオンとか何もついてないやつでしたけども、もう一種類ね、メダリオン、ね、このノーマルグリップみたいにメダルがついているバージョンもあります。で、値段なんですけどもね、税抜きで5800円となってます。まあまあまあ、木製グリップの標準的な値段ですかね。だいたい木製グリップとかって5、6000しますから。で、そんなもんですかね。で、もっとね、凝ったグリップになると、もう一個、このピストル本体が買えるような値段になりますね。だからね、こう5000円、6000円っていうのは割と普通なんですよ。という感じでですね、木製グリップの紹介でした。それでは、じゃあねー。